そして人や物や情報が動けば必ず金がかかるっちゅうことですよね。 かかかかこんにちは、ナビゲーターの伊藤田です。今回もですね、引き続き車の中スタジオからお届けしています。さあ、ビギナーシリーズのボリューム16の動画ですね。前回まではですね、ガントチャート絡みのお話をしましたよね。今回の動画ではですね、引き続き計画系でコスト管理について簡単にご説明したいと思います。ちなみにですね、皆さんの中にはコスト管理なんて求められてないよっていう人もいるかもしれないんですけれども、プロジェクトがですね、大きくなればなるほどコスト管理の重要性は増してい いくんですよねあとですねコスト管理ってとっても面白くてプロジェクトがですねうまくいっている時とかプロジェクトの初期段階ではあんまり話題にならないんですよねだけどプロジェクトがうまくいっていない時とかですねプロジェクトが終わりに近づけば近づくほどこれ話題に上がっちゃうんですよね今回もですね私の著書であるプロジェクトマネジメント実践講座この内容をわかりやすく説明していきますぜひ最後までご覧くださいちなみに皆さん 経営の5大リソースってご存知でしょうか人、物、金、情報、時間です。で、重要なのが、この5つのリソースっていうのは、それぞれ連動しているんですよね。以前まで説明したガントチャートっていうのは、このうち時間を可視化させたものですよね。この時間がかかるっていうことはですね、人が動いたり、物が必要だったり、情報が必要だったり、何かしらの他のリソースが動いているっていうことですよね。そして、人や物や情報が動けば、必ず金がかかるっていうことですよね。 さらにですね、ガントチャートはそれぞれの活動がいつからいつまで行われるのかを明らかにしているので、大体いつぐらいにお金がかかるのかっていうのがわかるようになりますよね。例えばですね、4月1日から4月30日まで1人月でとある機械を操作してですね、何かを加工するっていう活動があれば、人件費とかですね、機械を稼働させるための費用とか、 加工するものの原材料とかですね。この4月にですね、コストがかかるものが想像しやすいと思います。こういう風にですね、コスト見積もりとガントチャートは何かしら連携してるんですよね。 そんなもってコスト見積もりにはですね、専門的にはですね、類推見積もりとか、パラメトリック見積もりとか、ボトムアップ見積もりとかですね、いろんな手法があるんですけども、まあ、ビギナーシリーズではそれはそれで置いといて、コスト見積もりの重要ポイントをお伝えしますね。まずですね、コスト見積もりは WBS とか、ガントチャートの WBS の部分の 区分けで見積もりをすることをお勧めします。まあ、大枠で見積もる場合はですね、要素成果物ごとのコスト。詳細まで見積もりたいということであれば、活動タスクごとのコストを見積もります。まあ、組織によってはですね、会計上の感情科目ごとで、 コスト見積もりをしないといけない場合もありますけど、それでもですね、まずは要素成果物とか活動タスクごとのコストを導いてから、それぞれの勘定科目ごとに仕分けすることをお勧めします。あと、重要なのがですね、どっからどこまでがプロジェクトのコストとして参入させるか、計上するかっていうのを事前に確認することです。例えばですね、プロジェクトによってはオフィスの地代家賃とか水耕熱費はプロジェクトコストに入ったり入んなかったりします。あとはですね、例えばプロジェクトに間接的に協力 しててくれている組織の間接部門例えばホームとか経理とかの間接コストですねそれらをですねプロジェクトのコストに入れたり入れなかったりします、まあ、いずれにしてもですねどこからどこまでがプロジェクトコストなのかを事前に確認してからコスト見積もりをしましょう。 で、次にですね、算出したコストは、コスト管理表みたいなものを作って明確にしておきましょう。で、一番重要なのがですね、左側の項目欄で WBS と同じものを入れてですね、それぞれの要素成果物、もしくはもっと細かく管理したい場合は、活動タスクで、 いつにいくらかかるのかを明確にして表にしておくことですね。そしてですね、WBS の動画を思い出していただきたいんですが、WBS の解説でですね、活動タスクすべてが終われば要素成果物ができる。要素成果物がすべて完了すれば成果物ができる。そして、成果物がすべて完了すればプロジェクト完了。まあ、そんなような話をしましたよね。これと同じでですね、活動タスクのコストの合計が その上位の要素成果物のコストとなって、要素成果物のコストの合計がその上位の 成果物のコストになって、成果物のコストの合計が、プロジェクト全体のコストになります。なので、プロジェクト計画時にこのように積算してですね、プロジェクト検証で定めた時のコスト、これをですね、計画時にオーバーしていないか、必ずチェックしてください。もし、コストオーバーがこの時点で分かった場合は、前段階で作成している WBS とかガントチャートとかを見直して、何か削減できないかなということで調整するか、決済者と調整してですね、プロジェクト検証の方のプロジェクトコストを 変更するかもしくはその両方を行ってコストと他の計画書の調整をしましょう。 次はですね、プロジェクト実行中の話になるんですけどね、このプロジェクトコストの計画中のは予算になるわけなんですよ。なので、その予算が計画的に消化されてるのかなっていうことを、プロジェクト実行期間中に把握するために、コスト管理表にですね、実績、実績の欄を設けておきましょう。そしてですね、プロジェクト実行中にコストが発生したら、実績の欄にですね、実際かかったコストを入力して、予算と実績の差を把握したりとかしてですね、予算と実績の進捗管理をすることが まあ、とっってても大切になってきますこれはですね、通常のビジネスのいわゆる予実管理、予実管理と同じです。まあ、コスト管理表にですね、グラフなんかで予実の差をですね、直感的に分かるようにしておくといいですね。ちなみにですね、コスト管理をすると、プロジェクトでのトラブルとかですね、支援とか、 あとは原材料の価格の変動とかでですね、一般的にですね、こんな感じになることがありますよね。この場合はですね、なるべく計画通りに行くように是正措置をしてですね、合理的な理由があれば計画を変更していきます。で、逆にですね、コスト管理をしていると、こんな感じになることもあるんですよ。 このグラフだけを見てるとですね、予算よりも実績が少なくてですね、もプロジェクトがうまくいってんじゃんとかですね、いやコスト削減うまくいってんね、というふうに思う人もいるんですけれども、これ実際はですね、危険な状態であることもあるってことですね。これなんでかっていうとですね、先ほどお伝えしたように、 五大系リソースっていうのはそれぞれ連携してるんですね。つまりですよ、金がかかってないっていうことは、人、物、情報、時間が動いてないっていうこともあるわけなんですよね。簡単に言うとですね、作業や活動が行われてなかったり、もしくはですね、進んでないっていうことを表してる場合もあるっていうことなんですよね。ということで、コスト関連の簡単なお話でした。この動画がですね、皆さんの何かのお役に立てれば嬉しいです。これからもですね、ビギナーシリーズの動画をどんどんどん,どんアップしていこうと思いますので、 チャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますそれではまた会いましょうバイバイ